のウギーボックスさんから可愛いおもちゃやお菓子が届いたのでご紹介していきたいと思います。12月といえばクリスマスですね。キャンディークリスマスツリー書いてある、こんな感じのねラインナップなので早速紹介していきたいと思います。まず最初はこのねツリーのおもちゃですね。シャカシャカ鳴るタイプで、これ実は広げるとこんな感じのノーズワークマットになるんですね。こう切り込みが入っているところにおやつとかを隠して一緒に探しながら食べれそうですね。かわいい。こういうのね、あのロイくん大好きなので一緒に後で遊びたいと思います。そして、続いておやつの紹介に行きましょう。まずはこちらホースアキレス、マナアキレス犬のおやつと、そしてこれがフォークレバーですね。これもちょっと後で開けてみたいと思います。そしてもう一つ、こちらはカツオとアオサのふりかけ、フードにねトッピングできるタイプ、普通に美味しそうですよね。そしてもう一つが、よいしょ、こちら肉球クリームですね。ちょっと出してみましょう。容器もかわいいですね。こんな感じのとろっとしたクリームが入ってますね。で、今回ですねこういったクリスマスプレゼントキャンペーンというお知らせが入っています。保護犬にクリスマスプレゼントを贈ろうということで、お家にあるおもちゃをね、消毒したものをシェルターにいるワンちゃんにプレゼントしましょうというキャンペーンですね。こちらが、12月20日までの発送となっているので、ロイ君のねおもちゃもちょっといくつかお送りできればなと思います。では早速ロイ君を呼んでおもちゃで遊んでみたいと思います。今回もこのように大興奮のロイ君です。ドギーボックスさんありがとうございました。皆さんもねどうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください。バイバーイ。
待てよ。このね、おもちゃにフードをいくつか隠してみたいと思います。ちょっとね、ちっちゃいから大型犬には待て、座れ、ね、このシャカシャカのところとかに待て、ノー、バック、シッ、ダウン、待てよ、この辺にも入れようかな、待てよ、よいしょ、はい、ゴー。ロイ君のお顔に対してはちっちゃいかもしれないですが、でもクン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 やってますね。取れたかな。このね、ドーズワークしっかりお鼻は使えるのでいいですよね。取れた？全部食べた？座れ、はい、待てよ。